はい、皆さんこんにちは、子ども社長のお時間となりました。今日はですね、スクール生を、2名連れてくる予定だったんですけど、1人大幅に遅れておりまして、はい、今日は、1人からスタートします。途中からあの追加でまたかようになってますけど、はい、遅刻常習犯の1人が構成だけインチキだ1人遅刻常習犯がいまして1人遅れてきます。はい、今日はですね、今、1人、自己紹介しましょうか。おーい、フリーズしないでください。え、自己紹介。6年ヘシキュートです。はい、ヒュートと、今のところ2人で、進行させていただきたいと思います。FM、ギノワンなんですけども、メールも受け付けておりますので、どしどし、来ていただければいいなと思っております。はい、もう1人、昴生くんって男の子がいるんですが、3人来ましたら、もう1人来ましたら、3人で進行させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ヒュート君、先ほど企業協賛の周り行きましたが、どうでした？朝から行きましたけど。だるかった。だるかったんですか？いつものことですね。なんかいつも朝だるいよね。夜何時に寝てるの？10時から3時とか。10時から3時だ、大幅に幅広いね。うん、何してんの夜は？片付け片付けて夜中の3時まで起きてるの？すごいな。とかなんか、眠れなかったり。眠れなかった。あ、そうなんで不眠症なの？不眠症ってことわかる？うん、眠れないこと不眠症っていうわけさ。たまになんか眠れない時ある。別に何かあるわけでもないのに。あ、そうなんだ。だから今日朝からテンション低かった。なるほどね。ここ最近なんかヒュート君仕事みたいにいつもこのスタジオに来て編集して、企業協賛もあって、会社員みたいになってるけど、どんな？めんどくさい。めんどくさい？おーい、おい、めんどくさい言わんで。はい、で、今日はですね、もうそろそろで近くなってきています。イベントの告知の方もさせていただきたいと思っていますので、ヒュート君、はい、一緒に、告知の方頑張っていきましょう。んおーい。はい、ですね、2019年8月24日土曜日にですね、豊見城中央公民館の大ホールにて何をやるんでしょうか。ヒュート君、何をやるんでしょうか。なんかやるみたいだね。なんかやるみたいだね。持ってるね君。はい、子どもたちが作る子どもたちのため の, イベントを開催します。何をするのかって言いますと、子どもたちがプレゼンをしまして、面白いことを言ったり、やりたいこと、作りたい未来、希望未来など、平和についてなど、子どもたち同士で語り合います。でその中に、大人パネラーがいまして、登壇した後に 3,4 人、パネラーさんが、この子についてどう思いますかということで、発言するという、パネラーさんを一部二部に分けてやります。はい、その中にですね、雑誌編集者だったり、振付師だったり、あとは役者さん、あと会社の企業さんとかも来ます。知ってました？ヒュート君、遊ばないでくださいよ。私突然振りますよ。知ってました？その方々が来ます。はい、で今日一緒に来ているヒュート君はですね、裏方のスタッフとして頑張っております。はい、主に何をやってますでしょうか。聞いてないけど。ちゃんと聞いて。私突然振りますよ。写真カメラだった。そう。はい、何をやってますか。写真カメラ。写真とカメラと。聞いてない。編集じゃないですか。おーい、いつもやってることですよ。ああ、そっか。はい。はい、で、ついこの間ね、プレゼンターの、動画の、撮影して、それをね、ヒュート君聞いてますか。仕上げたよね、プレゼンターのね。で、今日今ちょっとね、FM ギノワン の窓際のところにパソコン置いてるんですけど、今ダウンロード中なので、今日プレゼンターの方々の CM を、公開させていただきたいと思っております。ヒュート君、頑張ったよね、編集ね。どれくらいかかりました？2週間ぐらいだよね。大変だったことあります？
おーい、文字入れるのが一番だるかった。あー確かにフリーズしてたからね。コードが怖い。ちょっと聞いてますか、聞いてますか。はい、どういうところが大変でしたか。あ、文字入れ文字入れ、文字入れとだけだけ。あーそっか。でもなんかこのほら編集は慣れてるからね。今日もちょっと企業協賛もあったところの動画の編集をこれからラジオが終わってからやりますけど。はいはい、ひゅうとくん今日3時まで起きてた、もしかして。うん、今日は10時11時半とか11時半か。なんか朝テンション低いよねいつも。うん、さっきおにぎり食べてたけど。うんうんうん、はい、いつもながらにテンションの低いあれです。裏方っていうかこの裏の仕事であると発揮するもんね。写真だったり動画だったり編集だったりね。ただこの表に出るのがちょっと恥かさわだね。恥かさわって言葉わかる。はい、じゃあ後から説明しようね。はい、ということで今日はちょっとですね、一人ちょっと遅れてきているのでヒュート君と、私中曽根と、二人でちょっと進行させていただきますが、イベントなんですけども、令和の小さな偉人プレゼン大会といいまして豊見城中央公民館大ホールにて、開催します。2019年8月24日土曜日、11時開場の11時半から開演、4時半まで開催いたします。5時には終了いたしますので、一部二部に分かれてやる、イベントとなっております。スペシャルゲストも来ます。スペシャルゲストを、告知したいんですけども、当日のお楽しみということで内緒にさせていただきたいと思います。ひで、はい、ひです。はい、大人はですね、1000円、子どもは、高校生以下は無料となっている、面白いイベントとなりますので、ぜひ、富城中央公民館にて、見に来ていただければいいなと思っております。はい、当日はですね、企業協賛で、長浜製菓さん、南風堂さんからお菓子協賛をいただいているのでチンスコを、帰り際にお足しする形になっております。ぜひですね、子どもたち多めに来ていただけると子どもたちの、欲しかった、お菓子協賛をいただきましたのでぜひ集まっていただければいいなと思っております。ひゅうとくん、ひゅうとくん、ひゅうとくん、私突然振るよ。機材マニアなんだよね。なんかこの、そうなんです、そうなんです。だからこのラジオ局あちこち行かさせていただいてるんですけど必ず見るの機材よね。うん、何が好きなの機材の。なんか、うん、例えばここのモノアウトってところがどこにつながって どこに行くとかそういうの考えるのがなんか楽しい。ああなるほどですね。なんかこのちっちゃい時から機械をいじるのが好きだったとお母さんから聞いてますけど、テレビ解体したんでしょ。テレビだった、うん、テレビ解体してどうしたの。ショートショートした。めっちゃビリってなってから死ぬかと思った。これ 何年前の話？だいぶ3歳とか4歳ぐらい。3歳4歳から機械いじってんの？すごいな君。なんか最初会った時から相当詳しかったんですよ。なんかこのさっき椅子がこっちのコードに当たって抜けそうなっためっちゃヒヤッてした。あーそうなんだ。じゃあこのピリッときた経験があるかちょっと怖いわけ。いや違う、うん、こっち今椅子がさっき当たってから、うんうん、抜けそうで怖かった。あなるほどね。めっちゃギリギリのとこだったから刺してあげた。刺してあげたんだ、優しいね。はいフリーズしてるけど、おーい、うん、なんか褒め言葉弱いよね。はいまたフリーズした。はい今日は朝から協賛していただいたところに来ましたけども、ヒュート君聞いてますか。うん、お菓子と飲み物たくさんもらいましたけどよかったですね。お茶が美味しかった。あお茶が美味しかったそこ。はいということですね、また後半からですね、この子ども社長のネーミングと子ども社長とは何をするところなのかっていうのを少しお話しできればいいなと思っております。そしたらですね一旦 CM の方に参りたいと思います。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で心からの医療を、アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。
NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。軽自動車の時代、軽がマントイビント、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビント、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。子ども社長の、時間です。後半戦となりました。ヒュート君、ヒュート君、ずっと機材ばっかりもあの見てますけど、本当に機材好きなんだね。はい、子ども社長なんですけど、子ども社長というのはどういうところかと言いますと、ヒュート君、説明できますか？おーい、もう君はもう2年目チームだぞ。もう2年通ってんだぞ。はい、自由人だな。はい、ということ、今写真？今何の写真撮ったの？自撮り？音を吹き込んだ。あ、なるほどね。君今最近ちょっと音にハマってるよね。なんかいろんなあの声を言って、なんかこのおじさんの声だったり女の人の声だったり、なんかいろいろやってるよね。これアプリなんか使ってるの？あ、違うや。声を早送りしてるんだったっけ？早送りしたり遅くしたりしてるんじゃない？どっちかな、なんか。何ですか？なんか構成か。構成から？構成がなんかやっていた気がする。ああ、そうなんですね。なんかこの、はい、ちょっと話ちょっと飛びましたけど、子ども社長というのはですね、子ども社長クリエイタースクールといいまして、7歳から15歳の子どもたちに1人1本の映画を作るという映画の総合技術スクールとなっております。はい、ヒュート君はもう2年目ですけど、はい、何を一番学んでて楽しいですか？やっぱり写真？何ですか？どっか遠いところに撮影行くの。あー、現場撮影。あー、結構行きましたからね、去年今年もね、スポーツイベントがあって、たまたまオファーが来て、で子供たちにあの CM を作ってくださいっていうことでいろいろ行ったよね、車椅子マラソンの方々を撮ったり、忍者クラブの方々を撮ったり、あと陸上の走ってる姿も撮りに行ったので、覚えてる、はい、で編集はほとんどヒュート君がやりましたけど、大変だった、膨大なこの動画の撮影だったからね、この、採用するこの動画も選ぶのも大変だったもん、はい、ということで私たちはですね、いろんなこのところの CM を頼まれて、撮影したり、自らの、作品もね、一人一本制作ということで作品撮りに行きましたけど、去年もね、グローバルフィルムフェスティバルという、コンテストがありまして、海外の、応募なんだけど、ヒュート君、またじーっと機材見てますけど、はい、撮りましたよね、コンテストでね、はい、どこ行きましたか？ニューヨーク。はい、ニューヨーク行ってどう思いました？なんかうるさいところだ、なんか救急車がなんか無理やりというか、無理やり なんていうのかな、おーい、なんか難しい。でも日本の救急車とは全然違かった、あー、ちょっと大きかったもんね、ちょっと形が変わってるとか、音がでかかったし、なんか話してる時に、なんか日曜茶飯事なのか、ものすごく多かったよね、この救急車がね、救急車なのか消防車なのか、ね、なんかよくわからない形なのがたくさん走ってて、でこの去年の子たちが4作品応募して、4作品全部ね、みんな撮って、みんなで行きましたね。楽しかった？もうちょっと自由時間があれば楽しかった。まあ、ちょっとね、招待だったからね、詰めだったので、パーティーともう終わったらすぐもう帰るっていう形だったんで、高生はそういえば、はい、あれ何してたの？1日残って。あ、そうそう、そこの、グローバルフィルムフェスティバルさんから出す企業巡りっていうのがあったんですよ。要は、そこのコンテストを主催してる側が、会社訪問していいですよっていうことで会社訪問をしに行ったっていうことですね。なので1日多めにいました。というよりも飛行機の関係で、うちらは、
団体で行ったので、高生の方はね別で、飛行機取って行ったっていう形なので別行動ではあったんですけど、 OK 高生別行動だって、はい、行く時も帰る時は別行動で、そう別行動だったんですよ。あっちはほらいろいろあって、別行動で行きました。はい、じゃあね小学生だけやることがたくさんあったんですよなので別行動となりました。で私たちはねちょっとトラブルもあったんだよね行きの時にね、あの飛行機がね、最初に行った時に、どこだった？シアトルだった？シアトルでニューヨーク行きの飛行機が止まっちゃって 8時間ぐらいよね、7、8時間ぐらいずっと空港にずっと待機されて、本来ならもっと早く着くはずが夜中に着いて、でタクシーがなかなか捕まらなくて結構大変だったね。なんか変なタクシーみたいなのがぼったくられたよねぼったくられた、あれタクシーじゃないからね、普通の一般のおっさんだったよタクシーの運転手でもなくて、だからもうほらサラちゃんのお母さんが英語でね通訳してくれて、結構タクシーだと思ってたから、皆さん自分あれタクシーだと思ってなかったわけよ。だけどほらもうタクシー捕まらないから車も大きいしと思って乗ったけど、今思うとちょっと怖いよね、知らないおじさんのタクシーでもない車に乗ったっていうねエピソードがありましたけど、でもあれもいい経験だったよね。あれ何人だったっけ、7人ぐらいで行ったんだっけか、うん、7人だよね、7人で行って、でよくあそうか夜中に着いて、でも起きてたね頑張って高生なんかね、うん、でそこから朝みんな鉢合わせて、そこから高生寝てたよねホテル、あ寝てた、ね、あただお母さんも寝てたんだ、なんか椅子で寝てた、そうだお母さんも出てきて、まあ、時差ボケもあったかもよ、あってあっちはほら台湾経由で行ってて、自分たちはほら成田経由で行ったんだけど、成田そうその成田でもトラブルあったんだよね、結局この成田からも、あ成田のさ、うん、あれなんか待つとこあるさ椅子が、うんうん、あっちでなんか変なおばさんがいたで、なんかこうなってから思い出しました、キュートがスマホやってたら、うん、こうなってからなんかニヤニヤしながらこうなってから、そう俺のこと撮ってるっていうから、勘違いじゃないかっていう話をしたけど絶対あれは撮ってたしょっちゅうだよ、隠れたらなんかまた俺のこと追いかけてくるって言ってあれもあれでちょっと面白かったエピソードですよね。だけどそこでも成田空港でも足止めされて飛行機が遅れたんですよ2時間ぐらい、うん、なのでトータル8時間は遅れてるんですよ2時間半だった、うん、多分相当空港でずっと待機だったよね。 Wi-Fi あったから結構暇は潰せて、ああなるほどね、携帯大好きだもんね、うん、今直したいことがあるって言ってましたけど、何を直したいんですか？ Android のスマホにしたい。ああそういう意味ね。なんで iPhone 嫌いなの？縛りが多すぎる。ああなるほどね。え前でも iPhone Android だったよね、うん、でもなんか突然 iPhone になったから珍しいなと思って、あんだけあれ iPhone 嫌いだったのに。お風呂に落とした。そう突然フリーズしたんだよね一回なんか、うん、また戻ってみようかなって、あ iPhone に原点に戻ろうと思ったの、うん、なるほどね。やっぱり使いづらい。あ使いづらいんだ、まあ、怖さんだよ。なんか何回か変わってるよね。うん、何回も変わってる。年に1回は絶対変わってる、うん、使い方が荒いんだよねと物を大切にしましょうね。はい、ということで子ども社長クリエイタースクールというところはですね、ちょっとまあもう来てくる子どもたちがみんな自由人すぎてですねはい、なんかまあ自由人だよね。はい、なので同じ仲間がいると思ったでしょはい、なのでいろんなことを学びます。で、特殊造形だったり漫画の授業だったりいろんなことを学ぶんですけども、私だけが教えるのではなくて外部の先生が来て、まあ、専門の先生が来て、教えるスタンスも取っていて、本当に、いろんな面で勉強できる総合技術スクールかなと思っております。で先ほど話してた大会なんですけど、グローバルフィルムフェスティバルといいまして、5分以内のショートムービーをみんなで作って提出するっていう大会なんですが、8歳以下の部と9歳13歳の部と14歳から18歳の部、もう子ども向けの、国際大会です。で4人、まあ、8歳以下が2人、9歳から13歳の部で2人、受賞してみんなで行ったわけですけど、高生これ来るかな、
あ、来たよ来たよ来た来た、登場しました、登場しましたよ。なんで来るかなって言ったら来たんだけど、ようやく来ました。はい、入っていいよ。噂の遅刻魔です噂の遅刻魔の、はい、ようやく来ましたよ。おはようございます。もうスタートしてますからね。はい、じゃあ、おせちゃんここに座って、真ん中にお願いします。おせちゃんここに座るのよ。はい、はいはい、もうなんかくたばってますけど、くたばってますけど。おせ、なんで遅れたの？いや、なんかね、はいはい、友達のお母さんが、はい、マイクで喋ってください。友達のお母さんが何ですか？ね、はい、警察に捕まってマジですか？それでなんか、はい、あの家に来て、うん、なんかいろいろとあって。何、あの尋問されたってこと？いや、なんか警察に車のなんか、うん、黄色になって、うん、黄色で進んだら捕まったって、うん、あ、あ、いや、車の件、そういうこと。ああ、なるほどね。びっくりしましたよ。なんかいつもよりだいぶ遅いなと思って。でヒュートが寂しがってました。なんで？来ないの来ないのって。なんか好きみたいよ。おで、で勝手に言いましたけど。はい、じゃあ自己紹介しましょうか。子ども社長クリエイタースクール、三池小学校6年松山高生です。2人ともだけどテンション低いな朝から。だってさ、朝からさ、うん、宿題宿題宿題でさ、はい、なんか英語のやつを書いて、うん、それを清書して、うん、でそれを英語の先生と連絡取ってやんないとっていう、はい、まさに自国の仕事をやってました。おーいおーいおーい、いいでしょそれスマホでパチパチしてますけど、ひゅーとくん今やっぱなんか、はいはい、国内版と海外版ってやっぱ違うのかな、はい、あ、ケース？ケースの話？違う、ケースじゃなくて本体そもそもがなんか違う。あー、ホームボタン押した感じとかがなんか違う。君たち自由人すぎるな、自由人すぎるな。これ3000円、聞いてる聞いてる、自由人すぎるな。これ2万円、今スマホの話じゃないですよ。これ3000円だった。安すぎないこれ？なんか安かったからか iPhone にした。はい、これはあの後で喋ろうね、後で喋ろうね。はい、じゃあ、残すところあと3分となりましたが、告知の方を再度させていただきたいと思いますので、じゃあ、昴生くん、はい、今来たばかりだけど告知お願いします。何する？何するってイベントの説明ですよ。あ、告知って、はい、あの8月24日に何があるかっていうのを説明してください。あ、そうだそうだ、ですね、8月24日、はい、今の人プレゼン大会というものが、はいはい、なんだっけ、富城中央公民館の800人が入れる大ホールでやると言ってました。言ってましたってか、君たちも頑張って。それでなんか、はいはい、あの意外と狭かったです、はい、意外と狭かった。あ、そうか、会場一緒に見に行ったもんね。なんか意外と狭くて、はい、もうちょっとでかい方がいいんじゃないかなと思いました。え、でも800人入るんだよ。あ、そうそうそう、あの、お母さんがほら仕事だからって行けなくて、ヒュートはひでえ。あ、大丈夫、前日こっちは前日来れないから、ヒュートは前日。え、行くでしょ俺。あ、来れる、ひでえ、来れる、学校終わった後。あ、オッケーです。っていうか、この身内話、ごめんなさい、身内話をするわけではなかった、ここでは。あ、そうなの？はい、そうなんですよ。はい、ということでですね、再度告知しますが、2019年8月24日、はい、何でしょう？令和の小さな偉人プレゼン大会が、はい、上城中央公民館の中で、800人が入る小さな大ホールでやっています。小さな大ホールですよ。それで、なんか、ですね、大人は1000円だから、はい、来てください。はい、子供はただなので、はい、来たければ来てください、はい、ん？はい、子供は高校生以下が無料になりますからね。はい、あの暇だったら来てくださいね。はい、はい、ということで、はい、当日のチケットも販売しております。で、皆さんにですね、お菓子 の提供もありますので、ぜひ、足を運んでいただければいいなと思っております。はい、もうお時間となりましたので、あらまあ、はい、もうちょっとね、途中で来ちゃったけど、はい、また次の、子ども社長よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。うるさい。ありがとう、いよ、生まれたる
ピーバースデするんだけど、収録に